こんにちは。東京フィナンシャルストリートのスタートです。まずは今週のマーケットを振り返ります。今野博明記者です。今野さん、はい、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いいたします。だいぶ波乱の相場と言っていいんでしょうかね。でしょうね。で今週は4日間の取引でしたが、はい、まあ、お正月もね、終わってこれお正月って言っても最初の1週目っていうのはなかなかね、仕事にまだ身が入らないというか、お正月気分が抜けないというか、はい、成人の日までがね、まだね、なんとなくお正月ムードが残ってる感じがしますが、はい、今週からねそれも終わって、今週はですか10日から取引が再開といいますか、まあ、ある意味、お正月ムードが完全に抜けて ね本格始動した週だったと思いますが、はい、日経平均はトータルしますと145円高ですね、はい、反発しました、うん、で4日間ですが、ただ今日が1日で330円下げてますから、はい、今日でちょっと吐き出した、うんうん、昨日までの貯金が、ね、残ってて、ね、トータル4日間では145円高という1週間でしたが、うん、はい、今日は日経平均でいうと6営業日ぶりの反落、はい、だからまあ昨日まで5連騰してたと、5連騰って言ってもその第8回がね、今年は1月4日これが377円安、はい、結構下げて始まりました、うん、でその後翌日から昨日まで5連騰したんですね、でそれ以来の今日は下げですから、第8回以来の下げだったという今日の日経平均株価なんですが、で、ここに来てまあ、どうしてもまあマーケットはね、海外特にまあアメリカのニューヨークの経済動向ですとか、まあ経済指標だったり FOMC というか FRB の動向だったりというところはもちろん相変わらず気にはなるんですが、それに加えて今日あたりまさにそうですが、日銀の動向がね、がぜん昨年の末から去年の12月20日からですね、具体的に言うとまだ1ヶ月経ってないわけですけどね、1ヶ月というかそうですね、でがぜん日銀の動向というのが世界的にも注目を集めているという状況で、今日もまさにそれによってだいぶちょっとね、マーケットは振らされたというか、株式市場はそんなに振らされてはいないんですが、為替なんかはだいぶね動いてますよね、はい、それ以上にやっぱり債券、金利です。これがとにかく大きくだいぶ今日も動かされまして、うん、動きまして、はい、金利注目の10年債日銀がね対象としている10年債が 0.500、これを今のところ、上限にしているわけですけど、許容範囲のね、うん、でこれを超えて、上昇する場面があったと、 0.545 まであったのかな、というところまで、この上限、日銀はもうこれ 0.500 で無制限に買い取るというオペやってるわけですけども、買い取るわけですけど、これを超えて、さらにだからこれよりももっと安い値段で売る投資家がいたということですよね、はい、うん、投資家というか投資家だという、まあ、投資家でしょうね、うん、でいたということなんですが、うん、はい、でこれというのもやはり日銀が来週決定会合を控えてます、はい、で17、18、結果が出るのが18日です、来週の水曜日ですけどね、はい、普通だったらまあ お休み時間ぐらいに、うん、結果が出るというのが通常のパターンですけれども、ね、まあ、ここでまあ、昨日あたりからさらにね、やはり追加の金融政策の修正があるのではないか、あるいは場合によってはもう YCC イールドカーブコントロール自体をやめちゃうんじゃないかという観測も一部にね、そんな指摘をするエコノミストの方などもいらっしゃって、がぜんその来週の日銀の決定がどうなるのかというところに注目が集まって、結果として金利の上昇圧力が市場で一気に強まったというのが今日の、一番のマーケットの話題材料だったわけですけど、で株式市場はまあそれを横目に見ながらの展開となりました。で最も日経平均ね、今日は330円下げてますが、このうちファーストリテイリング、ユニクロのファーストリテイリングが一銘柄で217円日経平均を押し下げた、はい、だから大体その330円安のうちの3分の2ぐらいはファーストリテイリング一銘柄の押し下げ企業なんですよね、うん、はい、押し下げ効果なんですよね。でこれ昨日の決算がね材料でして、はい、第1四半期だから9月から11月期これがまあ減益だったということで、うん、売られて 8% 下げて日経平均217円、200円以上押し下げたということです。ですからトピックスなんか見ますと5ポイントほどの下げですから、うん、日経平均330円安ということになると結構 1.2% 以上下げ、ちょっと下げ大きかったかなと思うんですが、実態はそこまで今日株式市場弱くはなかったんですよね、うん、ですからまあそんなに今日330円で下げたっていうほどの下げではなかったということなんですが、ただまあ為替もね今日動いてました。また足元でもドル円安ドル高ドル安か
円高進んでますね。そうですね、128円の10銭台まで来てますもんね。今17銭から18銭、うん、でアメリカでは昨日ね、はい、注目の消費者物価指数12月の数字が発表されて、これはまあ事前の予想通り、はい、前年比で 6.5% ということで、うん、前の月が 7.1 だったものが 6.5 まで縮みましたと、はい、ということですから、だいぶインフレ圧力が緩和してきたというのが出てる、明らかになって、アメリカでは金利が低下、10年債もかのね、一方日本では上昇ということですから、まあ、日本の方がある意味まあ周回遅れというか、日本もまあ遅ればせながらやっと物価がかなり上がってきて、ある意味まあ考えによってはもうその利上げをできるところまで来たという考え方もできると思うんですけどね、はい、それを目標でやってきたわけだから日銀の政策も ね、 本来ね、だからそんなに困るとか嫌だという話でもなくて、もともと物価を上げて、はい、通常の政策に戻そうというのがもともとはね、うん、はい、あったわけですから、まあ、それに方向に向かっているということで考えれば、うん、決して悪いことではないと思うんですけれども、はいはい、ただやはりそれをどう進めていくか、非常にやっぱり日銀のスタンスとして難しいですよね。で、来週の決定会合でもしかしたら追加の修正があるのではないか。で、今日もだから 0.500、 日銀の許容の上限としているところも超えて金利が上がっている。で、昨日までも4日連続かな、張り付きだったんですよね、はい、でそこで日銀が必死にこうそれこそ1日の購入量としては、今日もそうなのかな、日銀1日の購入量としては過去最大の買い入れ額5兆円今日は日銀国債買ったそうですけれども、はい、ということで それを必死に売りを圧力をこう抑え込んでいるというのが日銀の今の姿勢なわけですけどね、はい、でも今回だからそれをもうだからその上限に来ているわけだから、日銀はもう買わざるを得ないんですよね。来たものを全部売り物を買うというスタンスなわけですが、ですからこれ今 0.500 というのが実勢に沿ってないので、日銀はその12月に決定した修正の際も市場機能がもうなくなっているので、弱まっているので、社債の発行などにも支障があるのでそれを変えますと、修正しますということだったんですが、足元もやっぱり実際もうそうなってきちゃってるわけですよね。で 0.5 に広げてもやっぱりまだまだ実勢からは乖離があるということなので、これで 0.5 で張り継ぎで、今回もし修正がなかったとしても、逆に言うと次もう3月ここから7週間空くんですよね、次の決定会合までね、はい、でこの7週間、正確に言うと7週と2日、はい、今回は発表が、うん、水曜日なんですが、次の回はもう金曜日なんで、はい、7週後の金曜日、はい、で7週と2日って長いんですよ、期間が、うん、次の会合まで、でこの間ずっとまた 0.5 で張り付きのまま、さらに日銀がバン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 国債を買い続けるっていうことが果たして正しいのか、あるいはいいのか、はい、っていうことはありますし、仮に今回見送ったとしたら、逆に言うと次の回にもう必ずおそらくやるんじゃないか、はい、あるいは次の回じゃなくても新体制になればおそらくやらざるを得ないでしょう、うん、そうですよね、外部環境がよっぽど変化がない限りはね、うん、でそうすればなるほ、そうすなればなるほど先に伸ばせば伸ばすほど、ある意味投機筋としてはもうどんぼ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 ん買いポジ売りポジションを組めるわけですし、ますます日銀としてはやっぱり難しい対応になりますよね、うん、だから今回の決定会合である程度やっぱりさらに緩和許容幅を広げるのか、はい、まあ、一気にこう YCC 撤廃というのはなかなかね簡単ではないと思いますし、ちょっといろいろ難しい部分も多いと思うんですが、やっぱり何かしらの対応が必要なのかもしれない、もちろん分かりませんよ、ただ今の市場の見方としてはまあないなやらないんだろうか、まあ、現状維持じゃないかという見方は多いと思うんですが、ただ前回のこともありますんでね、はい、何が起こるか分からない、非常に疑心暗鬼にもなってますから、やっぱり来週のその決定会合の結果を見極めないと、なかなか現段階では投資家としては動きにくい、スタンスを決めにくいというのが今の状況、今日あたりの状況だったということでしょうね、うん、最後に、はい、最後に、うん、どうなんでしょう、キーワードとしては円高意識したということと、うん、ファストリでしょうね、ファストリね、ファストリ今日はそうなんですよね日経平均どうしてもその日銀の、スタンスとか金利上昇の方に目が行きますが、日銀さっき言ったように今日のね、はい、日経平均を大きく200円以上押し下げたのはファーストリテイリングの影響というところは大きかったので、はい、どうしましょう、そうですね、うん、どうでしょうね、どうする日銀フライデー、まあ来週ですよね、来週ですよね、うんうん、そうですね、そう
まあ、そこにかかってますもんね、為替の動きも含めてね。とりあえずはね、そうだと思います。アメリカの方は、まあ、ある意味順調にね、うんはい、だんだんこうインフレ圧力が弱まって、0.25 の利上げ残り2回ぐらいっていうのがなんとなく見えつつあるような気はしますけどね、うんうんうん、はい、昨日も CPI 発表になりましたからね、うん、そのあたり受けてこの後ゲストの河合光子さんにお話、はい、じっくり伺ってください、はい、行きたいと思います。ということで今野記者でした。ありがとうございました。ありがとうございました。この後は CM を挟んで今週のゲストのご登場です。それでは今週のゲストをご紹介いたします。若林 FX アソシエーツ代表取締役の河合光子さんです。河合さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。この番組は今年初登場ということになります。そうですね、どうぞ本年も、はい、よろしくお願いいたします。さて河合さんにご出演いただくのに本当にいいタイミングだなという、はい、そんな金曜日なんですけれども、はい、昨日アメリカの CPI が発表になりまして、はい、6.5% という数値、前年比ですね、前年比でプラス 6.5% というのが出てきまして、今日も為替が円高に振れるという動きになっている中なんですけれども、はい、まずはこのあたりの整理からお願いできますか。そうですね、ここのところやはり、はい、あの FRB が、まあ、あの利上げをどんどん進めてきて、直近のところ 0.50 に、はい、まあ、少しこう緩和したというところなんですけれども、それに対して CPI はどうかというので、はい、あのアメリカ の CPI の推移と、それから利上げがどういうふうに行われてきたというのをこ の1枚の図表にまとめてみました。あ、はい、であのコロナ禍で、ね、あの2021年3月から感染拡大で、まあ、ロックダウンというのがありましたよね、はい、で3、4、5と3ヶ月間あのロックダウンがあったんですね、はい、でこれ分かりやすいように1月ごとの CPI の数字を棒グラフにしているんですけれども、この3ヶ月間ってね、あのサプライチェーンがもう本当に分断していて、でしかも経済動けず人も動けずっていう間にですね、あのCPI が結構3ヶ月続けてどんどんどんって上がってるんですよね。これ経済が全然もう閉塞している状況にもかかわらず、まあ、供給 のチェーンが壊れてるっていう状況だったらそういうことだったんですけれども、はい、実際にはですね、あの21年 その6月3ヶ月のロックダウンを経て、6月にはニューヨーク州がロックダウンを解除してますよね、はい、で、その間にね、あの本来でしたらこれだけね、そのロックダウンで経済動いてない時期でサプライチェーンの問題でこれだけCPI 上がってるわけですから、6月にニューヨーク州がロックダウン解除したと同時にですね、さらに需要が高まって、供給の方が、まあ、滞る、したがって、はい、そちらの方からの、物価上昇圧力っていうのはかなり強まるっていうことがもう予想されていたわけですよね、はい、でこの時点であの FRB は本来だったらばこういう状況を鑑みればね、うん、まあ、ちょっとでも利上げしておこうとか、はい、そういう動きが出てきてもおかしくなかったんですけども、この段階でですね、うん、本来だったらここでやるべきだったと思うんです ね21年の6月ですからね、そうですねでもそこでは何もやらず、じゃあどこでやったかというと、22年の3月に初めて 0.25 の利上げを開始したんです、はい、でこれってまだまだね、この間はパウエルさんもね、うん、まだ足元 その、上昇圧力は強いけどそのうちに収まるよみたいなことをおっしゃってたんですけど、はい、実際に3月までさらに、9ヶ月も遅れてやってるんですが、この時何が起こったかっていうと、2月の24日にロシアのウクライナ侵攻が始まってるわけですよ、はい、でここで原油価格ですとかそういった、うん、エネルギー価格がさらに急騰して、もうここで利上げしないと、まあ、どうしようもないというところまで来た時に初めて 0.25 だけやってるわけですよね、はい、で次はまあ5月ですので、5月に 0.5 やっとやりました、はい、6月になってようやく 0.75 っていう3回分の、ね、利上げを一気にやったわけなんですけど、この6月っていうのは何かっていうと、くしくもですね、アメリカの CPI のピークアウトですよね、 9.1% 6月っていうのがもうピークだったんです。こう見るとそうですね、うん、でそこから、まあ、階段がこうどんどんと下がるようにですね、CPI は落ち着いて緩やかにまあ下落しているっていうところで、6ヶ月連続して、まあ、昨日発表された CPI も 6.5 予想通りではありましたけど、はい、結局前月よりもやっぱりちゃんと落ちてるわけですので、
6月の 9.1 をピークにして、もうすでに物価の上昇圧力は後退して下げてるわけですよ。でもその間に FRB は7月も9月も 0.75 をやり、11月も 0.75 をやりで、12月になってようやく、まあ 0.5 にしたんですけれども、この半年で12月っていうのはですね、この CPI5 ヶ月分出た後でもうかなり下がってる時に、いやようやく 0.5 にしてるだけですから、対応としてはね、いくら時間差があるにしても、かなり遅いんですね、 FRB の対応が。なのでこの2022年の3月の利上げっていうのは、もうロシアのウクライナ侵攻始まって、これはあかんと、これはもうダメかなっていうので、もうパニックになって引き上げたとしか思えないっていう状況なんですよね。ですので、今でもまだね、物価上昇の圧力っていうのはもちろん高いんですけれども、それが下がるよりは、FRB が、来年、今年ですよね、今年、この2月に 0.25 なのか、あるいは 0.5 なのか、もう1回利上げはするし、その次に 0.5 引き上げれば、FF レートの誘導目標が 4.75 から5%、5% のところまでは到達しますので、そこで一旦打ち切って、年内には利下げをするんじゃないかっていうのがマーケットの見方なんですけれども、FRB の理事たちはですね、利下げなんかとんでもないと、まだまだ今年は、利上げ継続だし、高水準で金利高水準にとどまるから、利下げなんていうのはまだ程遠いよっていう、ちょっとマーケットとの、温度差っていうのがまだちょっとあるんですよね。ということでね、私はこの FRB の金融政策自体がちょっと後手後手に回った結果、一気にこの 0.75 を4回をやって、でちょっとやりすぎてる、その効果っていうのはタイムラグがあるとはいえですね、ちょっとね、これは景気後退局面に入るのが少しこう長くなるんじゃないかっていうところで、ISM のね、そうですよね、景気を見る上で製造業のね、製造業と、それから非製造業の景況指数、両方あって、その、製造業の方は、全体の産業全体の 30% ぐらいですから、そう大きな影響はない。ただ、この一番 60%、 60ポイント超えっていうのはやはり、この6月昨年の6月がやっぱり一番高いんですよね。高いんだ。そっからこうじわじわと下がってきて、50割れが定着しちゃったっていうのが製造業なんです。で、ISM の非製造業景気数、これサービス価格ですとかそういったものが下がらなかったし、サービス業全体が非常に良かったっていうところもあるので、そういう意味ではずっと50超えにいたんですが、この12月、2年ぶりに49.6 まで50を一気に割ってしまいましたっていうところが、マーケットの中では結構ショックだったんですよね。でこれもドル売りには反応したんですが、この非製造業を見ていただくと、50を割り込んだのっていうのは大きな、その2年前っていうのはね、コロナ禍なんですよね。コロナでドンと落ちたっていうのと、それからもう一つ先に大きく下げてるところっていうのはですね、これはリーマンショックのところなんですよ。ですのでリーマンショックも大きかったし、コロナもね、コロナで完全にロックダウンしてたっていうのも非常にね、やっぱり大きな事件ということなんですが、それ以外は50ってあんまり割ってないんですよね。なのでここで50を割ってきたっていうのは何を意味するかっていうと、やっぱりアメリカの景気後退っていうのを強く意識してるっていう動きが、もうすでにそのサービス業ですとか、そういったところで出てきてるんじゃないかっていうふうに懸念されるわけなんですよね。なのでこうやって景気が悪くなる兆候が出てきてると、時にまだ利上げしようとする FRB っていうのはちょっと間違ってるんじゃないかなって私は思うんですよね。こうして整理すると本当にそうだなというふうに私自身もなんか、理解できます。結局、FRB が後手に回ってる間に、景気後退がこれだけ進んでしまう気配が見えてるってことですね。見えてるんだけれども、そこのところは意識はしてるけれども、そんなにね、今雇用市場が強いので、雇用がタイトだから、あんまりこうなんか真剣にこう考えてないっていうかね、雇用もいいし、お給料はちょっと、時間給が落ちたりしてるんですけれども、
雇用が安定しているから消費も活発だし、はい、まだね消費もしっかりしてるし、まあそんなに懸念するわけじゃなく、まあせいぜいこう景気スローダウンしてもね短時間で終わるんじゃないか、金融政策がまあ浸透してくれば物価も落ち着いて、まあそこを打って、また上がってくるんじゃないかっていうのが FRB の見方っていうことなんですよね。本当にあのパウエル議長ってインフレの時もそうでしたけれども、一時的って表現好きですよね。ずっと一時的って、ね、言ってたんですけど ね、 そうですよね。それがもうね1年間ほっといたっていうところがね、やっぱり FRB の滞在っていうかね、やっぱりこれはね間違いだったんだと思うんですね。景気後退に関しても一時的っていうそういう見方をしたいんでしょう ね、 今もそういうふうにあのおっしゃってますし、まああの背景にやっぱり雇用がいい消費がいいっていうところがあって、そこのところを支えにして、まあ、ちょっと自信を持ってるっていうところではあると思うんですね。で、まあ、今日もね128円の今10銭台っていうところで、結構大きなこう円高の流れっていうのが進んできてるんですけれども、これあの大きなコスパンでっていうか、長期的に見ていただくために月足っていうので見ていただこうと思うんですけれども、あの2011年に75円台つけて、2012年13年で、まあ、そこを這いつくばってですね、立ち上がってアベノミクスで125円台まで行きましたっていう相場なんですけれども、次にそこを打ったのが2021年の102円の59銭、これ2021年の1月なんですね。でここであの大きな、ドル安円高の底を打って、まあ、徐々にこう下値を切り上げてきたっていうところで、この3月の114円65銭っていうのは去年の3月114円65銭、これのこの3月の月足っていうのは結構大きく大陽線が出てますよね。これはやはりあのウクライナ侵攻、ロシアのウクライナ侵攻で、物価が急激に上がり、アメリカ の、 そのインフレリスクっていうのが急速に高まって、日米金利差拡大っていうところが材料になって、景況感ですとか、それから、金融政策の格差を材料にして、あの一気にこう151円台まで来ましたっていう相場なんですね。でこのねあの114円65銭っていう起点と、それから151円95銭という直近の高値ですよね。でこれ の、 あのこう差を取って、まあ、あのよく言うフィボナッチですよね、61.8% 戻しというのが、だいたい128円の、90銭絡みなんですね。だからまあ今のあちょうど相場の近似値なんですよ。で意外とこの 61.8 っていうのは、結構まあ後で考えれば効いてたよねっていうようなポイントであるのと、それとこの102円59銭を起点とする、まあ、この青いトレンドラインですよね、これがまあもう一段円高があったとしても、このサポートっていうのが124、5円に今あるわけなんですね。ですからまあオーバーシュートしたとしても、この124円とか大きくこう円高方向に切れるほど の、 あの、円高ドル安にはなりにくいっていうのかなっていうふうには考えています。で大体まあ、あの一相場としては2ヶ月半とか3ヶ月で1回終わるっていう傾向にはありますので、あのそういう意味では、まあ、今月いっぱいの中で、じゃああとイベント残しているものは何なの、って言った時にやはり来週の、そうですよね、そうですね。だからこれがやっぱり最大のテーマで、ここまでの間にやはり円高どこまで進むのかっていうのを、まあ、マーケットはね、先行して動くので仕掛けの方で、まあ、あの今あの IT ですかね、そう、AI ですとか、あのそういったところであの 動いてくるところが多いですから、オーバーシュートするんですよね。ですので、まあ、あの124円とかあのそこらまであってもあの別に不思議はないですけれども、この、102円の59銭から始まったややあの長期的なサポートというのはやはり124円にありますし、それと、まあ、アベノミクスで、頂点つけた125円台ですとか、このあたりっていうのは120から125円で相当もみ合ってるんですよね。ですので、まあ、引っ張られるにしても120円までこう切れてくるような円高にはちょっとなりにくいのかなっていう感じかとは思いますね。そうなんですね、直近としましてはその来週
日銀金融政策決定会合がありますので、その日銀の方針を確かめてというところになるんですか。そうですね、アメリカサイドの材料としては、はい、もう雇用統計も終わったし CPI も終わりましたというところ で、ね、まあ、来月になってまた新しい材料ということになれば、はい、2月のですね、やはり FOMC で 0.25 なのか 0.5 なのかっていうところですけど、マーケットの方はもうだいぶ織り込んできまして 0.5っていうより、まあ 0.25 かなみたいな感じで少しずつこう織り込んできつつあるので、はい、それに対するこうインパクト、よほどですね、やらなかったっていうね、ゼロで利上げしなかったということになると、はい、それなりに逆にちょっとインパクトあるかもしれないんですけれども、はい、そうじゃない限りは FOMC の方も少しこう消化しつつあるのかなっていう感じはしますので、 あとは日銀がどう動くかっていうのが、一番大きなテーマになるっていうところで、まあ、来週のそのイベントが終われば、まあ、マーケットの方も少し落ち着くのではないかなっていうふうに思いますね。次の FOMC が2月1日ですから、うん、ですから来週の日銀を超えた場合は、うん、今月いっぱいはある程度見えてくる、そうですね、もう見えてくるっていうことかと思いますね。そうですか。で、先ほどおっしゃってた水準ですね、意識するのは124円、はい、125円あたり、うん、そうですね、ひょっとしたらこの128円とか127円台の前半というのももう一つありますので、はい、このあたりが、まあ、来週の火曜日までそこで引っ張っていれば、そこで終わる可能性もあるということだと思いますね。ということですね。あ、うん、大体そうしますと今月いっぱい見えてきて、その後はその FOMC を終えて、はい、また年度末に向けてっていう、うん、そういう相場展開。そうですね、そうですか。あとはまあ景況感の格差っていうのも、日本もね、経済拡大の方向で、まあ、インバウンド効果もねそこそこ入ってきていますし、それから、まあ、経済の方も今動かしていますのでね、はい、決して景気が悪いわけではないということですから、ね、まあ、そういった意味では、まあ、大きな円安にもなりにくいっていうところではあると思いますけど。そうなんですね。そのあたり頭に入れた上で、なんとなく春まだ見えてくるかなという感じなんですけど、あとは地政学リスク含めて何が突発的に材料となるかですね。そうですね、そのあたり含めてということですね、はい、また春を迎える前にもですね、はい、河合さん、はい、ゲストにお越しいただいてですねそのあたり含めて分析見通しお話しいただけたらと思います。引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで河合道子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。そして来週のゲストなんですけれども、フィンシティ東京の有友圭一さんのご登場ということになります。それでは来週のこの時間まで、さようなら。